新潟県三条市場保内にある東日本旅客鉄道新越本線の駅である。所在地の地名から。保内地区はもともと幕僚であり、旗本馬浜民部の支配下にあった。低湿地で水田としては不向きであったため、穂がない土地として、地名保内の由来となったと伝わる。ホーム相対式ホーム二面二線を有する地上駅で、ホーム間は古線橋で連絡している。 円山条駅管理の無人駅となっている。駅舎は一番線に面しており、駅構内には簡易水化改札機、乗車駅証明書発行機、化粧室が設置されている。2004年までは簡易委託駅で切符販売窓口が設置されていた。無人化後に窓口は撤去されているが、事務室は当器の除雪作業の際などに使用されている。 ホーム上には 100km ポストが設置されている。JR 東日本によると、2000年度から2003年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。ホ内では植木の生産が盛んであり、オープンガーデンとして見学できる日本庭園が多く点在する。周辺のバス路線図。青色の路線が当駅周辺を経由する。 越後交通により運行されている三条と加茂を結ぶ路線バスが東駅付近を経由する。便によって北側の国道を経由するものと南側を経由するものがある。ありがとうございます。